今回はね、まあ、こちらこれはブリキの、ミリカーでして、まあ、ブリキっていうと今まあ時代はね、もうほらほとんどもうプラスチックとかになってきてるからあんまり見かけることないですよね。まあそういうのもそうだね、1970年の時にトミカが、今のまあ 金属かな、あれは、まあ、そういったものから、手が始めてきてから、まあ、だん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 そのブリキのおもちゃっていうのが数が少なくなってきたんだよね。でも平成の頃になってくるともうほとんどなくなっちゃった。昔はあのおもちゃっていうのはよくあの日本で作られてた時は、おもちゃの国って呼ばれたところがあるんですよね。日本のその福島あたりかなのところにはおもちゃの町っていうのがあって、でそこはおもちゃ工場があってたくさん作られてたんですね。でそこで出来上がった例えばミニカーとかロボットだとか、まあ、そういったものがどん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 その日本全国の、まあ、中小企業から大きな会社まで あのおもちゃ屋とかね、あるいは、デパートとか、まあ、そういったところにこう売りに出されてたんですよね。でその後時代がまた変わってきて、今度はプラスチックっていうのが大量に作られてくるようになってくると、まあ、プラスチックにこう変わっていっちゃったんだよね。だから今はもうこういうブリキのおもちゃっていうのはもう大変希少になってきて、まあ、当時ですらもうブリキのおもちゃっていうのは、そうですね、今のこの時代においてももちろんそうだし、まあもう平成になったから30年も経ちますからね、まあだから30年ぐらい前の時代にとってももうかなりもうその時点でももう貴重な品というかね、もう本当にブリキのおもちゃを所有できる人ってのは本当にいいとこのお坊ちゃんというか、もうそういうところのうちじゃないと、かなり裕福なうちじゃないとなかなか手に入んなかったんですよね。何しろ昔の戦時中の、ね、終戦後から戦後にかけての時代って貧しい人たちも非常にたくさん多かったから、あのおもちゃも買えなかったんですね。おもちゃも買えないし本も買えないし、そういう人がたくさんいたんですよ。だからなかなかそういう中で売ってるブリキのおもちゃっていうのは、しかも昔にはみんなこう今機械で作ってるけど、ブリキ以外はね、でも今はみんな手作りじゃないですか、あの手作りだったんですね昔は。だからそういうふうに、まあ、一人一人に職人さんが丁寧に作り込んで、まあ、塗装をして、でそれでできてた。だから今においてもすごいね、今においたって多少こう走行系がかなりいて使っていたものも塗装の落ち剥がれ落ちというのもそんなにないし、なんていうんですかね、そういった点を見てみてもすげえなと、あの昭和って時代はすごかったんだなっていうのを、まあ改めて感じさせてくれるというか、そういったものを感じますよね。で、まあこれもブリキで、まあブリキってのはほら、まあ見たことない人たちも今だって多いわけよ。だからもう俺らの時代なんかしてもそうだし、その時代界って申し訳ないけど、まあ自分の時代においてもそうだし、そのなんていうのね、10代やもちろん20代の人が見てももうブリキのおもちゃってほとんど正直言って見たことないと思うんですよね。でそうするとこれは想像上だと、例えばたまにテレビとかで歌ってるから正直動くのかなと思うじゃないですか。ところがまあ動く、確かに固定して動かないのもあるんだけど、これは動くのよ。ほらこうキー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 と音するから、これがある意味ブリキの特徴なんだけど、特徴の一つでもあるんだけど、こうやって動くことは動くんですよね。タイヤ全部が4つでやって、こうやって動くんですよ。だからブリキってほら木っていうかさ、なんつうの、木じゃない鉄でできてるから、なんか動かないようなイメージがあるんだけど動くんだよね。だから大変このまあそこがこう意外と思う方もいるかもしれない。であとはもうこれ長い年月が経ってんで、ちょっとここのね、もうまあ致し方ないですね、こういうところの部分がちょっとこう緩くなってるんですけどもね。ただまあ、あのなかなかいいものではあるかなと思います。ただもう古いものですからね、まあ配達をしてる途中で壊れるってことは可能性はまあないとは言えないんですけどね。というのも前骨董のとこ行って、あのまあこれは骨董のとこで買ってきちゃうんだけど、まあそのとこにね、あのトヨタの AB 型かなのやつがブリキがあったんですよ。
で、持ってくる前まではちゃんとそれ動いてたんだけど、まあ、持ってくる時にその、まあ、車の振動の揺れとかで、バンパーと後ろのところの部分がライトの部分が取れちゃったんですね。でもほら、もう年月からしたってもう60年ね、50年60年ぐらい昔のもんだから、まあ致し方ないんですよね。で、それで、そういうことがあるから、もし万が一最悪そうなってしまったら申し訳ないんですけどもね。ただ、まあ、そういったところを、まあ、気に留めていただけるといいかなっていうことで。で、こういうふうに、ライトじゃないな。これ本当は逆に向いてたんだ。これライトの部分なのかな、でもこれ。で、こっちに多分ミラーがここにあるってことは、片っぽここにミラーがついてたはずなんだけど、まあ、これがちょっとなくなってるってことね。で、これ箱があればもっと、もうそれこそ5、6万とか、もっとしたら10万とかね、そのくらいの値段がつくと思うんだけど、まあ、箱がなかったからね。まあ、前のことのオーナーの人も言ってたけど、そのね、箱って捨てちゃったらしいんだよね。今は箱があると、ほら、価値がね、あったりするけど、当時はほら、箱に価値があるってこと知らんかったから、もう箱がもう出して、それで売ってたんだよ。で、箱、で、売れ残っちゃったやつは、もう箱のやつのやつはもう捨てちゃったりとかね。まあ、そういうことがあったらしいですよ。まあ、今から考えて随分ともったいない話なんだけど、まあ、昔はね、箱ってほら、ある意味たくさん作られてたから、それほど箱に対して価値はねえだろうと思ってた。ところが最近は、使ってくると、こうネットが普及して、スマホが普及したから、箱にも価値があるってことが分かるようになってきてね。で、もう箱だけでも、もう数千円とかさ、もう下手したら数万円とかしてもおかしくないからさ、なってるんですね。だから、これももし箱があれば、もっと、いい値段がついてたかもしれないんだけど、まあ、箱がないんでね、申し訳ないなっていう感じ。ただ、まあ、この形式からして、おそらくはベンツの SSK ではないかと思う。昔、ルパン三世が乗ってた車は2種類ぐらいあったんだよね。一つはよくハンドルが取れるところね、取れるシーンがあったじゃないですか、CM に入る前のやつね。で、ルパン三世が CM に入る前に黄色い車乗って、ハンドルが取れるってのは、あれはアルファロメオの 8C だったっけな、の車なんですよね。1920年代ぐらい、日本でいうと戦前の車かな、になるんですよ。で、同じく戦前の車で、ルパンが確か赤い車乗ってんのね。で、それがベンツの SSK なんですよ。ワルキューレの叫び声って言われて、キューンっていう、ターボの音ね。で、それが、まあ、当時ターボってのは、まあ、珍しかったもんですから、それがついてて、で、キューンって音がして、あっという間に時速140、160、180までなんかな。結構スピード出たらしいんですよ。で、それで数々の当時、レースも、まあ、頃はドイツ、イタリア、フランスは、まあ、車好きの人も多かったから、当時盛んだったんですね。で、当時は、まだ車っていうのは本当に一部の限られたお金持ちじゃないと車って所有できなかったから、なおさら熱狂してたんですよ。で、その時代の時に、まあ、活躍してた車だと思うんでね。だから、これもおそらくその時代の時の車がモデルかなと思います。まあ、ミニカーとして作られたのがいつ頃なのかはちょっとわからないですけども、まあ、後でこうネットで販売する時に、まあ、調べてみようかなと思いますけどね。で、こういう風になっておりまして、で、ここの部分とかもね、こういう風に、まあ、すごいよね。今、平成30年だからね。それ考えたら、ようブリキのやつが残ってたなと思うんだけど、まあ、ここにこういうふうにね、ミラーなんかもこういうふうについてる。ただ、ちょっとこう、緩くなっちゃってますけどね。まあ、これはもう時代の年月ですので、致し方ないかなと思います。あとは、こういうところとかがあって、で、これで、まあ、しまえたりとかできたらしいんですよね。で、後ろの方にも、まあ、こんなタイヤが、こういうふうにタイヤがついてて、で、昔のクラシックカーって、トランクってのが変わってたんでね。ここに、要するに外で、後につけたんじゃないかと思うぐらい、外の方にこうトランクがついてたんですよ。だから、今で言うと、ほら、手提げカバンみたいな、もうそんな感じの巨大な手提げカバンみたいなのが、この後ろにつけてあったのね。で、それがトランク代わりになって、それがトランクになってたんですよね。で、それで、こういう風になってたってことなんですね。
で当時はほら今ブレーキランプとかあるけど、この当時の車ってブレーキランプとかってないんだよね。中にはもうちょっと古い年代の車になってくるとウィンカーすらないっていう時代だからね、なかなかそういう点では希少だと思いますね。でまあこういうところに多少のこう塗装のね、まあひび割れっていうのがあるけど、まあこれは致し方ないかなと思うね。もう50年60年経ってしまってるんで、まあさすがに仕方ないかなと思います。ただまあここ片っぽしかミラーがないところを見ると、多分前、まあどなたの人かはわからないけど、多分どっかの人が子供時代の時に遊んでいたんじゃないかなと思いますね。うん。で今はもうない。それこそそうだね、ブリキのおもちゃで遊んだことがある世代の人って言ったらもうかなり年上の人じゃないかな。うん、まあ私よりずっと先輩になる人であることはもう間違いないと思うんで、まあ40代ぐらいの方とか50代ぐらいかな、下手したらもう孫がいてもおかしくないっていうね。で昔は孫がいるって言ったらもっとかなり年上の人ってイメージがあったけど、70とか80とかね。ところが今はほら50代60代で孫がいるって、下手したら40代で孫がいるっていう世帯の、そういう時代になりましたからね。だからまあ、うん、もうそうだね、50代でも40代の時ブリキってあったのか分かんないけど、でももう50代ぐらいの人じゃないかな。50代とか60代ぐらいの人になるかもしれない。40代ぐらいの人でももう、もうブリキっていうのはもうどうなんだろうな、もうないかもしれないな。その当時の時代って1900、おそらくは70年代ぐらいだと思うんだよね。70年じゃないか、まあ、80年になってるんだから、今40代の人って下手したら。ああそうかなってかもしれないね。80年代ぐらいになってるかもしれないね。80年代のまあもう初期っていうかね。だからもうその時代ぐらいになってくるともうブリキがもうないかもしれない。だからまあ難しいところではあるけど、まあ50代ぐらいじゃないかな。その時の時代までの人はまだ確率にそれブリキのおもちゃって、まあ当時でも希少だったんだけど、まあ見かけたっていうのはあったかもしれないね。遊んだって人も中にはいたかもしれない。だからもう当時からもう希少なもんだから、これももう今だから大変希少になってるんですね。で裏はこういう風になってて、でこれどこのメーカーかちょっと今のとこ分かんないんだけど、まあキャロルのやつはね、仕方きあれはあのバンダイが昔作ってたっていうことが分かったんだけど、これに関してはちょっと分かんない。大きさでいうと40分の1ぐらいになるんじゃないかな。大きいサイズですね。私もこれだけ大きいサイズっていうのは、まあ初めてではないかもしれないけど、まあバスではこのぐらいのやつ持ってるけど、これぐらいの、車でこれぐらいのやつっていうのは初めてかもしれないですね。うん、まあなかなかいい、車ではないかなと思います。というわけでね、まあご検討のよろしくお願いいたします。